皆さんこんにちは。昭和40年代生まれのマチロです。今回はタイトルにある通り、天使に会えなかった話をしてみたいと思います。吉田麻里子っていうのは80年代の最後の方に出てきたアイドルなんですけれども、私はこの吉田麻里子さんのデビューイベントに行くのをすっごく楽しみにしてたんですけど、急遽事情により行けなくなって、まあ今でもね、夢に出てくるぐらい悔しいっていう思いが、残っているので、ここで発散したいと思います。で、アイドルはですね、天地真理さんあたりからずっと見てきて、まあその都度ピンクレディ、大場久美子さん、河合奈子さん、斉藤由貴さん、岡田由紀子さんなどに、まあ、ちょいちょいこうハマっていったんですけれども、吉田、真理子さんがデビューしたのは1988年、歌手デビューですね、1988年で、まあ、この1980年代後半っていうのはもう音楽業界の方はアイドルよりも、まあ、アルフィーとか TM ネットワーク、ハウンドドッグ、レベッカとか、まあ、こういうバンドブームに、なっていて、で、まあ、ザ・ベスト10とかのランキング番組も、始まった当初と比べると特定の限られた年齢層の人たちが見るっていう、感じになってましたね。それで、まあ、アイドルも徐々に、バラエティ番組の歌のコーナーっていうのが主戦場になっていくっていう感じの、時代でした。で、私もそんなにこの頃はもうアイドルはお腹いっぱいっていう感じで追ってなかったんですけど、まあでも雑誌はいろいろ見てたんですよね。アイドルが出てたやつね、オーレとかスッピンとかね。スッピンってアイドルの雑誌だったかな、ちょっと分かりませんけれども。で、まあそこでたまたま吉田麻里子さんのグラビアを見て、体にビビビッとこう久々に電流が走りました。でめっちゃ可愛い、まあ可愛いっていうか、もう自分のタイプなんですよね。小顔で大きな目で、で目がどんぐりみたく丸っこくて、涙袋っていうんですかね、あの目の下のぷくってこうぷっくりしたやつね、あれもちょっと大きめで、で口がちっちゃくて、であとグラビアで見る雰囲気からするとお嬢様みたいな感じで、おっとり清楚癒し、そんなような、印象を受けました。まあこういう印象から南野陽子さんみたいな雰囲気もちょっとあるのかなっていう気がしたんですけど、まあ大きな目とか見てると斉藤由貴ちゃんみたいな、だから斉藤由貴ちゃんと、何のを足したような、そんな印象を持ってました。それでデビューイベントの話に戻しますと、雑誌にね、1988年、4月の4日池袋サンシャイン噴水広場でデビューイベントを開くって、書いてあったんですね。まあここでちょっとミニコンサートみたいな、で絶対行くって心に決めました。でちょうどこの年っていうのは、私は大学受験が終わって、まあ最初の開放感を味わうっていう意味でもものすごく楽しみにしてたんですけど、でこの時にですね、毎晩友達から電話がかかってきて、何の電話かっていうと、ちょうど同じ大学に、合格した友達が、この4月4日にね、大学が始まる前にフレッシュマンキャンプっていうのがあって、まあ、そこで新入学生同士で交流して、大学に入った時は、まあ、知ってる顔がいるようにみたいな、ね、そういうキャンプがあるから一緒に行ってくれないかって言われて、でも抽選だからお前も申し込んでねなんてね、そんな電話がかかってきて、いや俺予定があるから絶対無理って言って、もうずっと断ってたんですけど、本当に毎晩毎晩友達から電話かかってくるから、分かったっていうので一緒に応募しちゃったんですよね。そしたら友達は落ちちゃって、私だけ当選しちゃって、とか思いながら、で行ったらもうクソつまんなくて、ああ行かなきゃよかったって今でも思ってるんですけど、本当だったらね、どうせ落ちるんだったらもう私が落ちて友達が受かればよかったのに、で本当にそしたらデビューイベントに行って、戸惑いっていうのがファーストシングルなんですけど、これが初お披露目だったし、だからここで戸惑いのシングルを買って握手をしてもらって、でサイン色紙をもらってって感じで、今ね自分の家には吉田麻里子ちゃんのレコードとサインがこう飾って
あるはずだ、はずだったんですよ。ね、それがないっていうのがね、なんかもう悔しくて悔しくてまた思い出しちゃった。ということで、まあ仕方ないので、まあ後になってね、あの CD 買ったりとか、デビュー後に出たあのオーレの写真集を買ったりしました。で、初めて吉田麻里子さんをテレビで見たのは夜のヒットスタジオだったと思うんですけど、で、ここで戸惑いを歌いました。で、これを録画してもう何度も何度も見ました。ね、あの戸惑いはおっとりしたメジャー調、明るい感じのバラードで、感想に語りが入るんですよね。背景なんとかお便りしますとかいう感じでね、まあ、昔よくありましたよね、あの70年代とかね、と安倍静江さんの水色の手紙でしたっけね、お元気ですかとかね、80年代だとあの佐野涼子さんのね、雨のカデドラズとかね、そういうの私大好きでね、だから曲調もハマりましたね。で、あと吉田麻里子さんの、語りかけるように、歌う感じが特徴的で、これも大好きでした。あの単語の頭にね、なんかアクセントがつくっていうかね。で、あのテレビで初めてこうインタビューに受け答えする吉田麻里子さんを見て、なんかおっとりとかぼんやり系なのかなとか思ってましたけど、まあ、結構しっかり喋っているのを見て、芯がねしっかりした女の子なのかななんてその時見てて思いました。で、あとさっき言ったあの写真集なんですけど、実家に置きっぱなしにしてたらいつの間にか親に捨てられちゃって、もう見たくて見たくてね、数年前からたまらなくなって、買い直しました。で、私親に処分されたものってたくさんあるんですけど、買い直そうと思うものってあんまないんですよね。もう捨てられたからもうそれでしょうがないって、まあ物もねすっきりしたしってことで、諦めてっていうかね、割り切ってたんですけど、この写真集だけはどうしても買い直したくなっちゃって買い直したので、まあ、基本的に私写真集って買ってもあんまり見ないんですけど、この写真集は、今でも一番見てますかね。はい。で、今ですね、長年歌手活動から遠ざかっていた中江有里さんとかいましたよね、 アイドルのねが、歌手活動を再開して、今 YouTube でね、昔の歌を歌ったりとかして、まあ、新しくアレンジをして、で、そういう形で歌手活動を再開したりしているので、まあ、かつてのね他のアイドルの方々も時々テレビに出たりして元気に活動されているので、まあ、ぜひね吉田麻里子さんにも復活してもらいたいっていうのがありますね。で、復活してもらったら絶対に行きます。何を置いても行きます。1988年のあの無念を絶対に晴らしますという個人的な思いでした。はい、じゃあもう最後にしますね。ギターで歌う今日の一曲っていうのをやってるんですけど、今回は、私が吉田麻里子さんの曲の中で一番好きな曲を歌ってみます。まあワンコーラスだけね。で、その曲は雨音。まあさっきね語りが大好きって言いましたけど、この雨音のワンコーラス目はほとんどもう語りなんですね。サビだけちょこっと歌うっていう感じでね。今日の雨よりも寒い目で
はい、というわけで今回は吉田真理子さんに会えなくて悔しかった話でした。ではまた会う日まで。バイバイ。